たんだけど。いや、超でもない。週1ぐらいですか、ね、まあ、行ってます。でもさ、なんかご飯とかさ、食べ、毎回食べるとお金なくなるよねとか言って、挨拶してた。え、ただだよ。あるんですか？お酒も全部ただだよ。なんかビュッフェみたいな感じ。六本木とか銀座。え、あるんですか？あるあるある。しかもなんか、すごい、そういうのに、なんか、詳しい高校の友達がいて、そう、なんか、田舎に行けば行くほど、なんか、優秀な人でしたよね。気兼ねなく、気兼ねなく食べれる。子供もなんかね、女の子が多いときは、回ってこないのとこが、だから、ただで食べて飲み食いして、食べるのも OK なので、でもなんか、逆に、すごいサラリーマンとか、回ってくる方が、なんかもう無視。でも超なんか吐きそうになる時あった、ね、紐みたいな。やだ、それは。なんかあんまり後輩の NG をそんなとこに連れて行けないかもしれないけど、別に行くのは全然いいと思う。行ってみるのは、行ってみるのありだよね。でもね、なんかそんなかっこいい人とかいないかな。萎えるだけだと思う。今度からいいよ。やったことないけど。やったことないけど。でも合コンって本当するメリットはないと思う。何するんですか？え、なんかてか私もでも1回しかやったことない。何なんだろう、ご飯食べながら。え、もうマジで本当意見交換会みたいな感じで。お話しするだけ。ってか。なんか私はなんか、はい、大学帰ってすぐの時になんか青学の内部生の友達が早稲田の内部の男とご飯食べないみたいなんでだけど、そつまんなくて1次会で9時ぐらいに帰って2次会どうするみたいに言われて帰ろうって言って9時ぐらいに帰った。それからなんかでもなんか合コンさ、なんか超なんか当たりでしたみたいな話あんま聞いたことない。確かに。だいたい季節なんなかったみたいな。合コンしてる人が周りにいない。そうだよね。ルナビーがいいんじゃん。ルナビーがいたわ。ルナビーの口から合コンが出たときびっくりしました。この世にそんなものが存在したんだって思いました。なんで本当に全然知らなくて、なんかみちくん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 言いすぎ。みちくんみちくんね、みちくん全然あるかな。でもなんかあかん、するメリットがよくわかんない。ご飯食べるときって向こう持ちですか？え、うん。そのときは割り勘だった。でも多分、お互い大学1年生で、5月とかだったから。え、でもなんか社会人と合コンするなら、向こう持ちじゃない？わかんないけど。それが普通。それが普通じゃない？いや、でもね。
汚くない、キモくないんですよ、外人のおっさんって。かっこいいよね。かっこいい、超ダンディーだよね。なんかカナディアンチャイニーズのアプリ作ってる、アプリ、なんかのアプリ作ってる社長がいて、この間の誕生日の時に、もう萌えさんがこうなんかポイ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 開けるんですよ。ってかね、いつも普通行ってたんだけど、なんかさ、あのフロアの周りのさビッグ席あるじゃん、それじゃなくて奥にビッグ席あるの知ってる？あの階段のところ、わかんない、室があるんだけど奥になんかドアが一枚あって、その奥になんか個室があって、そこにビッグ席あるんだけど、なんかそこ一回行ったの、くっそキモかった。すぐ出た。でも個室だから、なんか危ない。でもなんかね、なんとか P みたいな人が書いてある。なんとか業界人みたいな、なんとか P みたいな、カリスマカリスマなんとか P みたいなの言ってなんかなんとか P と若社長みたいな、でもうなんか多分美味しいもの食べ過ぎて超えてんの、取ってんので、なんか養豚場、なんか私と友達2人以外にもなんか別に飲めなきゃ何ともか呼んで、イエーイみたいな、飲んじゃってみたいな、キショキショみたいな、無理。でも超引いてて、なんか女の子たちが出よっかみたいな感じになった時に一緒に出た。そうですよね。でも1階だと超まともに言ったよね、タクシー代の人、うん、あの人超かっこよかった。タイミング、タイミング、え、全てはタイミング、全てはタイミングだよ。まあでももう今度今のうちにお寿司行っとけばよかった。なんで今しか遊べないなって思う。でもやだもん。確かに。でもなんか友達とバーに行ったんですよ。バーのカウンターで一人で飲んでる、なんかおばさん、おばさんっていうか、なんか、うん、女性、うん、もうすごいかっこよくて、へえ、なんか大人の女性ってこういうのなんだなって思った。あれあった、隣のお客様からですみたいな。ない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 よね。ないよね。カウンターに座れなかったの。だからもうなんかカウンターテーブルどっちかって言われて、あ、テーブルです。いやでももうマスターと話せるのよ。無理だった。無理だわ本当に。なんか雰囲気がもう大人すぎて、この間オールスターの時さ、なんか家帰ったらなんか普通になんか前立てがちょっと安いのってて、あ、もう絶対悲しませられないって思って、バカップル。以上以上以上バカップルからの報告でした。なんで？やだ。暴れたい。え？暴れて？暴れよう。もうね、超すやすや一人で見て。じゃあ一緒に。ごめんってなった。一緒に暴れればいいの？いやいやいや。無理でしょ。うん、そういうタイプじゃないでしょ。